in paradise with my boys from UHS, class of 82. Starting at my right corner, brother. ボリスさんにお願いします。今から20分制限の時間を使います。キャプテンではありません。ありません。セディア。セディア。いや、クラロナイ。クラードナイ。いや、勝負だ。勝負チャン。ビッチヘッド。それ楽しもうぜ。すっげー。サッカーできないんですよ。やっぱり。そうです。DJ、ドラクスよ。雪降ったり。 新潟もやっぱり冬になれば完全に雪降っちゃうんで、まあでも南新潟の南の方は雪積もって全くできないと。新潟も11月ぐらいまでは浜で、ただその時はウィンドブレーカー見るとかそれこそなくてもないけど、即座相手寒いんだけど、雨は特に多い。ちょっと冬場なんかもコンクリートみたいな、 かかとで割りながら、あ、そんな感じで、やっぱり、ね、やっぱり、3万ゲットくらいだ。11月以降は、まあ、走ったりとか、ね、もう完全にシュッとされる、スパも割り切って、実際に同じく、体育館でビッグサッカーボール使って、今の普段の練習もないだろうな、ビッグサッカーのボールを人工芝で使って、 冬とか、歴史がまだ2年しかないんで、実際も個人でやってるんですけど、だんだんやっぱり弱くなるんで、本当は個人でやってもらって、自分たちの方がみんな全然普及してないんで、やっぱりそれを広めていく上で、夏の時期は本当に大変です。 教える側にもなるから、なかなか自分の上でも挟めながら教えるのなかなか大変です。上でも審判だけで終わったりとかもあります。それもまあでも、まあ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 
사리 벗어 내가 목걸이 위치를 아메가 잠이로 나이 내사 불러오지 기미로 마치 新潟の方が来て、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 
있습니다. 광고 목적이에 필요하세요. 네, 맞죠. 우리에게 お互いの全部また違う。
Back in paradise with my boys from UHS, Class of 80.